どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介するのはこちら、トイザラスでもらえる無料配布の台紙ですね。デザイアドライバー型の、これすごくない？見るだけなんですけど、結構造形がね、細かくプリントアウトされてて、裏面がこんな感じになってて、光るなる変身ベルトデラックスデザイアドライバー、これの宣伝、9月3日土曜日発売みたいな書いてありますね。これ売っちゃダメだよみたいなマークですね。トイザラスに行くともらえるやつなんですけど、前の合言葉でもらえるベルト、紙のベルトあるじゃないですか。あれとは違って自分で取るタイプの無料配布のやつなんですよ。合言葉言って店員さんからもらえるとかじゃなくて、もう店員さん普通に配ってるとかじゃなくて、もうおもちゃ売り場のところにこの台紙がね、バーって置いてあるんで、それをもう勝手に取ってってくださいみたいな、ご自由にお取りくださいみたいな、こんな感じで置いてあるので、気軽にね、取りに行けると思います。ここにね、丸い穴があるんですよ。両サイドに。なんでまあ腰に巻いたりとかもできますね。はい。腰に巻くと多分こういう感じになっちゃうと思うんですけど、この丸い穴を利用して、両サイドのね。で、壁にくっつけてね、ポスターみたいな感じに飾っておくのもありかなと思います。結構背景が白い壁とかだと合いますね。今トイザラス行ったらまだね、大量にあると思うんで、暇な方はね、行ってみて、欲しかったらもらいに行ってもいいかなと思います。別に合言葉言わないともらえないとかじゃなくて、もう本当にご自由にお取りくださいのパターンのやつだから、もう簡単に吸って取って見せ出ることできるんで。今回紹介したのはこちらのトイザラスで無料配布されているデザイアドライバー型宣伝用の台紙でした。では、次の動画まで。さらばじゃ。